Lies on me お腹じゃなくてなんだか心が空いた白いご飯に何を乗せるかここからはお楽しみどうもダメダモンジさん、にむらです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ライスオンミーでございます。はい、ちょっと今回映画の話をしようじゃないかと思うんですけれども、うん、僕ね、映画館に見に行った映画のジャンルで一番多いのね、うん、ホラー映画なんですよ。あ、そうですか。そう、結構好きで、うんうんうん、まあ、わかりやすくやっぱ怖いっていうね、うん、こう刺激的な映画として見に行きたいっていうのもそうなんだけど、うん、まあ、あと家で一人で見るの怖いじゃん。映画館だとさ、うん、他人とはいえ人いるから、うん、なんかちょっと紛れるのよ。まあ、なるほどね。そうそう、それもあって、結構ホラー映画はね、僕映画館で結構見に行ってるんですよね。日村さんはさ、怖がりなのにさ、うんうん、好きなんだね。好きなんです。結構若い頃からね、行くんですけど、うん、これまでに見た、まあお互いそれぞれのちょっとホラー系の映画で、うん、ちょっと怖かった映画、うん、何があるかっていうのをちょっと出しませんかという、うん、いいじゃないですか、ことなんですけど、ちょっと僕まずね、うん、まあ最近っちゃ最近ですけど、ヘレディタリー継承っていう作品、うん、これホイップさんは見ました？僕は見てないですね。あ、見てない。これね、良かったんですよ。あれでしょ、ミッドサマーの監督でしょ。あ、そうそうそう、 そう、その監督のそのミッドサマーの一個前の作品、うんうんうん、ヘレディタリー継承っていうんで、結構いろんな映画評論家もこの映画はちょっとホラーを超える面白さだって言ってちょっと話題になったんですけど、うんうん、洋画で、まあ、ちょっと悪魔崇拝が一応テーマになってる映画なんですけど、これね、見てもらうとわかるんですけどね、もうね、わけわかんない設定なのよ。もう、なんつうの、どうしてこの脚本が思いついたのっていうか、こう、なんていうの、ちょっと想像を一個二個上回る展開がずーっと進んでいくっていうか、まあ、怖い、なんかね、怖いっていうよりも、ずーっとね、気持ち悪い。感じ、お話的には。なるほど。そうそうそう。で、まぁ、ちょっとある家族が一応主人公で、まぁ、その家族にこういろいろな身にこう奇怪な現象が降り起こってくるっていう、まぁ、それがなんでかみたいなことをこう追求していく作品なんですけど、最後の、まぁ、オチというか、ところとか、もう本当にな、俺映画館で一人で、なんでって。はてな。すごみたいになっちゃうっていう作品。これでも、ホイップさん見たら好きだと思うよ。本当に、うんうん、僕、ミッドサマー、そんなでしたからね。ミッドサマーはダメでした？だまあ、別作品っていうのはわかるけど、はい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 、すごい今の二村さんの概略聞いてて、うん、ミッドサマーペーなって。思っちゃった。僕もミッドサマー見てますけど、うん、ミッドサマーちょっと間延びすごい感じあるじゃない。あー。ちょっとこう、ミッドサマーもでも、ミッドサマー見てるならあれだけど、なんか、あの人の作品って、なんかすごい独特な空気感がずーっとこう映画の中流れる感じわかります？なんか不思議な空気というか、怪しい感じというか、それがもっとヘレディタリーっていう方の作品の方が、ちょっとギュッと詰まってる感じ。うん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 、やっぱカルト色がちょっと強いですか？そうね。うん、そうですね。それでちょっと俺はいいかなというふうに。ああ、そう。思いますけどね、うん。ちょっと立て続けにいいです。いいです。お願いします。ちょっと結構前の作品なんだけど、うん、これ、邦画で、呪怨。ああ、覚えてます？いや、大ヒットしてましたよね。ね、大ヒットした。ああ、でしょ？そうそうそう。ちっちゃい子が。この呪怨の2です。うん、へえ。これね、呪怨の最初、1が公開された時に、うん、もう予告で超怖そうで、うん、これは絶対見に行こうと思って、見に行った時に、がっかりしたんですよ。あ、そう。僕ね、この邦画のホラー映画で、一番ありがちというか、うん、やっちまってる作品の代表的なこう展開っていうのが、うん、あ、何？気になるね。出るぞ、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 出なーい。行くぞ、行くぞ、行くぞ、行かなーい。って言って、全然最後まで出てこないのよ。
ああ、そうなんだ。そう。なんか肝心のものがあんまり出てこなくて、うん、ずーっとこうなんだろう、ドキ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 して、わ、くるくるくる、来ないっていう、うん、っていうので終始いっちゃう感じの作品っていうのは、すごい俺の中でがっかりしちゃうわけ。うん、で、呪怨の1ってのは正直ちょっとその傾向にあって、うん、設定とかすごい怖そうなんだけど、なんかなっていう感じなのよ。まあ、一軒家で、こう、その一軒家がちょっと呪われた家で、まあ、その家に絡む人、まあ、引っ越してきたりとか、はい、ちょっとその家がやばいって聞いて取材に来た人とかっていうのがそういう奇怪な現象に巻き込まれるっていう作品なんだけど、うん、あんまだったなーと思って、その2が公開されました、うん、あの、酒井紀子さんが主演なんですけど、はい、まあ、もう一回ぐらい見に行ってもいいかと思って行ったら、これがもうどんどん出る。ワンとは打って変わって。ワンとは打って変わって。惜しみない。惜しみなくバンバン出てくるから、うんうんうん、ヒーヒー言って終わりました。楽しんだね。すっごい怖かった。これはね、結構ほんとお化け屋敷行ったような感じで、うん、もう終始ドキドキして見れますよ。そう。怖い。二村さんはさ、うん、どういう系が好きなの？俺はもうはっきり言うとやっぱもうお化けとか、うん、霊とかよね。あ、だから本当にザ分かりやすいホラーっていうの好きよ。グロテスクと、うん、あとはタイミングで驚かしてくるやつ、はい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 、系、うんうんうん、まあ、俺も全然ホラー詳しくないから語彙がさ、まあ、そうね、アホなんだけど、はい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 、とか、うん、まああと奇怪なビジュアル重視とか、うん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 、それとも人の人間心理の怖さみたいなのとか。あー、でもね、やっぱ最後、でも結構ホラーっていう中に入るもの全部好きかな。あ、そう。あ、霊的なものも好きだし、だそれこそ例えばゾンビみたいなのも好きだし、へー、うん、人怖みたいなのも好きだね。あ、そうですか。うん、なんかやっぱ分かりやすいじゃん。もう怖いものですっていう映画だから、うんうん、まあ、こうなんだろう。この作品何伝えたかったんだろうとかっていう必要はないというか、うん、もうほんとジェットコースター乗りに行く感じ。なるほど。もう怖いってなるために行くから、うん、そういうところで言うと、だからもうそういう映画全部行きたいっていうぐらい。へぇー、うんうんうん。好きですね。好き好き。そうそう。結構ほんと行ってんのよ。俺はね、うん、もうほんとに生まれてきて、全然ホラー映画を見てきてないんですよ。うん、あ、そう。うんうん。あのね、怖くないんですよ。はぁー。バンって出てこられても、うん、びっくりしない。うん。ほう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 。おじさん、俺が脅かしてくるんじゃないかと思って、うん、緊張すんのやめてもらいます。すっごい肩に力入っちゃった。来る、来る。それはさ、こっちのタイミングで、うわぁ。もういつでもいいじゃん。もうどんなタイミングでも俺がわってやりゃわーって言うんじゃん。ね、まあ、僕は全然ビビりじゃないんですよ。話戻すとね。はい。そうなんだね。いや、ごめん、ちょっと言い訳させて。反射でビガーンってなるんだけど。なんか脳みそとか心臓は怖くない。はいはいはい。もうだって驚いて反射的に出ちゃうっていうね。かっけと一緒だから、かっけの検査と。うんうん。膝半まで叩くとビーンってなるじゃん。あれと一緒なんですよ。もう俺ホイップさんに本当呪怨2見てほしいわ。もう映画館で多分クレーム出るよ。うるせえって。マジ。そうか。一回でも一緒に見たいね。あ、そうですね。俺が勧めるホラー。うん。もう一本、来るっていう映画、あ、知ってます？聞いたことはある。中島哲也監督が撮った作品、うん、あの告白って作品撮ったね、うん、来るっていう映画なんですけど、これね、来るんだ。へー。これね、日本人だったらみんな怖いんじゃないかな。あ、そう。あの、迷信ってあるじゃないですか。要は夜積み切っちゃダメだよとか、うん、夜口上吹いたらちょっとお化け出るよとか、うん、ああいうのにちなんでる作品だから、こう日本人だとみんなこうちょっとピンとくるっていうか、身近で、そうそうそう、親近感のある言い伝えとかっていうのを怖くしてんだ。これがね、俺知り合いの人とこれお正月に見に行ったんだけど、うん、その一緒に行った人が、ちょっと舐めてかかってて、うん、映画終わった後に腰抜けて立てなくなるっていう。ほんと？舐めてかかるぐらいがいいよ。はあ、あんまり身構えていくってよりは、
あんなどうせ言ったところででしょうぐらいのスタンスで見てくれると来るよ。いや、ちょっと見てみたいね。うんうん、俺をそんだけさ、うん、驚かして見せてよ。おいおい、怖がらせて見せてよ。おいおいおい。お前はずっと終始、うわーやばー。俺怖くないんだから、だって事故物件住んでた男ですよ。まあね、心底の心から震えてないってことでしょ。そう。ああ。で、でも、それで、ホラー映画とか、まあ、なんつうの、怖いって思う映画はあったの？だから、僕はなんか一般的な、オカルト系とか、うん、グロテスクとか、うん、そういうものではないんだけど、うん、僕はね、グッドフェローズっていう、洋画が、人生で一番怖いと思ったね。へぇー。その作品はこれはね、あの、うん、アメリカ映画で、うんうん、1990年ぐらいの作品なんですけれども、うんうんうん、実録もののマフィア映画なんですよ。はい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 。俺はこれを見たときに、うん、もう、マフィアの描写がリアルすぎて、うんうん、心底関わりたくねえ、こういう人種はって思っちゃう。なるほど、うん。リアルでっていうことなんだ。リアルなんですよ。うんうん、まあ、簡単にあらすじ言うと、うん、この語り手である主人公っていうのが、うん、元マフィアで、うん、40歳ぐらいまで好き勝手やってたんだけれども、うん、まあ、ちょっとマフィアの世界で、首が回んなくなっちゃって、うんうんうん、で、お金はねえわ、破門はされるわ、で、どうしようってなって、アメリカの承認保護プログラムっていうのに入るんですよ。うん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 、で、この承認保護プログラムっていうのは、その、洗いざらい、うん、今まで自分がやってきた犯罪であったりとか、マフィアの実態っていうのを喋ることによって、政府から別名を与えられて、うん、そして保護してもらえる。なるほど。はいはいはい。まあ、全部喋ったら、その、報復されないような身の安全は保障するよっていう、司法取引みたいな制度なんですけれども、うんうんうん、これに、主人公は、もう、マフィアの世界でやってられなくなって、入るんですよ、うんうんうん。その主人公が、後にね、俺のマフィア時代っていうことを、暴露物として出版するんです。うんうんうん、暴露本として、はいはい。それがアメリカでベストセラーになって、うん、映画化したのがこの、グッドフェローズ。なるほど。ほうほうほう、名作なの。めちゃくちゃ面白い。ほうほうほう、でこのさ、主人公がさ、マフィアの世界に入って、10代からこっち、どんな仲間とどんな犯罪をしてきたかとかが、うんうん、すごいリアルに描かれていくんですけど、うん、このね、マフィア内の人間関係だとか、うん、倫理観とかっていうのを見るにつけも、やだ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 、ああ、もう本当にやだわって思うの。心の底から関わりたくない。はいはいはい。特にね、この、トミーっていう仲間がいるんだけど、うんうんうん、これね、背ちっちゃいね、サイコパス野郎なんですよ。はい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 。ホイップさんみたいですね。やめとけよ、おい。やめとけよ。誰がトミーだ。いや、これトミーすごいのよ、うん。カットしたらすぐ殺すし、うん、カットしなくても冷静に殺すんですよ。超やべえやつじゃん。そう。で、何より、感情の起伏がやばすぎて怖いわけ。うん、もうさらの殺人っていうのが、その手段として当たり前になってるっていうのもそうなんだけれども、うんうんうん、感情の起伏、心が怖いよ、こいつはって思うの、うんうんうん。すごいね、象徴的なシーンあるんですよ。うん、その、居酒屋で、トミーが、その、陽気に喋ってさ、うん、こう、マフィア仲間を笑わせてるんですよ。はいはい、もう、トミーの漫談ショーみたいな感じ。うんうんうん、こないだ、警察が俺に職質してきたんだけれどもよ、俺はこう言ってやったんだ。そしたら警察の野郎がこんなことやってきてよ、うんうん、言って、もうマフィア仲間大爆笑なわけ。うんうんうん、わーっつって。したらさ、そのうちの一人が、いや、トミー、お前本当におかしなやつだな。おいおいおい、待てよ、俺のどこがおかしいって言うんだよつって、バーまたみんな爆笑、うんうん。おい、どこがおかしいんだよ。なあ、今、俺のことおかしいって言ったろ、どこがおかしいのか言ってみろよ。おい、言ったよな、今。どこがおかしい、おおおお。これ、めっちゃあるあるじゃない。え、え、え、周りが、あ、これマジのやつだってなって、マジだっていうね、空気ピーンってなるやつ。うんうん、うん、はいはい。ああいうシーンがあったりして、はいはい、めちゃくちゃ怖いのよ。うんうんうん。みんなも人生でこういうやばい人、数回遭遇したことあると思うんですよ。まあね、たった今ご陽気に喋っていて、大盛り上がりだったのに、うん、謎の地雷ポイントで、うんうん、急に切れ出す。はいはいはい、はい。これね、
本当に背筋寒くなりますよ。でも、反社の人、こういう人多くない？まあ、そうね。うん。どこでっていうのは分かんないっていうね。別に僕も反社の世界に詳しくないけど、あとはね、やっぱり反社の人さ、うん、いじめのプロフェッショナルじゃないですか。うん、弱い者いじめの、はいはい。俺たち友達だよな、仲間だよなって顔して、いじめって行われるじゃないですか。だから、お前をいじめてやるぜって言っていじめる人はどこにもいない。うんうん、でも、その、なんかこちらを利用したりさ、おもちゃにしようとし、しようとしてくる奴らの、狡猾さとか絡め取り方っていうのがさ、やっぱ身に覚えがあって辛くなるんですよね。身に覚えがあるの？うん。いや、でも、ハラスメントの類とかって全部そうじゃん。まあね、うん。うん。なるほどね。お前にセクハラしてやるぜ、パワハラしてやるぜって言って、してこないじゃん。うん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 。なんかこう、味方のふりして、全部そういう、こちらに対するさ、はいはいはい、加害ってしてくるもんだから、そこが一番嫌だよね。なるほどね。あで、まあ、全体通して言えるのは、やっぱその、マフィアに共通する、情緒の欠陥。これが怖いのよ。その場でノリで一般人をいじめてさ、うんうん、全員で爆笑してるみたいな、はい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 、誰も引いてないんです、うんうんうん、一般社会だったらやめとけよって思うし、うんうんうん、もう笑えないじゃん、はいはいはい、心の底から一般人をいじめていじ、うんうん、笑えてるし、うんうん、で20年くらい一緒に仕事してきた仲間も商売の足引っ張りそうだったら殺すし、うん、やっぱり情がないんですよ、はい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 、でもそのくせさ情はないくせに、人はこういう風に脅すと、言うことを聞くぞって人間心理には、誰より詳しかったりするじゃないですか。確かにね。無敵じゃん。うんうんうん。情がないのに、人の情を理解して利用できる。それがあいつらヤクザなんですよ。だからトミーがたまたま象徴的なだけであって、反社の人たちって全員サイコパスだよなーっていうことがよくわかるんです、なるほどね。これが俺のヤクザが嫌いな理由なんだよっていうのをバーン提示してくるのがグッドフェローズだから、あのね、俺にとっての恐怖映画なんだよ。へー、うん、そういう作品の方がホイプさんは見ててうわ怖い。俺全然幽霊怖くない。はー、ヤクザが一番怖い。いや怖いよ、俺も怖いけど、うん、作品を見るにあたってはなんかそれは俺はなんだろう、別世界のものとして見れちゃうんだよね、うん、あそう、うん、でもそのやっぱファンタジックにアウトローを描いてるタイプのものでもないんですよ。すっごい地に足ついたリアルなヤクザの行動心理、うん、マフィアの行動心理っていうのが描かれていくから、うん、これ近くにいたらもうとんでもねえわって本当に思うよ。なるほどね。特に二村さんなんて元バリバリいじめられっ子なんですから、うん、心臓キューってなるよ。やめてくれよそんなさらっとさ。暴力の怖さじゃないのよ。要は完全にコントロール下に置かれてしまった時のあの逃げ場のなさと愛想笑い浮かべるしかない当時の自分を思い出してみて。絶望のね。でいろいろその自分の経験を思い出しちゃったり、そのリアルさがあるっていうことね。マフィアの周りのやつらみんな愛想笑い浮かべてるんだから。なるほどな。やっぱりあいつらねサイコパスなんですよ。うん、昔知り合いでさ、おじいちゃんもヤクザで、うん、親父もヤクザで、うん、で、兄弟もヤクザ、うん、その一人だけ片桐です、うんうん、一般人ですっていう知り合いがいたんですよ、うんうん、その人も10代までは悪さやってたんだけど、うん、結局そういう道には入らなかったわけ、うんうん、でまともにちゃんと働いてんだけど、言ってたね、やっぱりアウトローの世界でたびたび両親の呵責が本当にない人っていうのに出会うと、はいはいはい、でこういうのがヤクザになるんだなと思って、僕はとてもやっていけないと思って真面目に働くことにしたんだって。なるほどね、うんうんうん、十分威圧的な人なんだけど俺からしたら、うんうんうん、いや俺は一族の中で一番のヘタレだと言われてたって言ってて、うんうんうん、やっぱね欠けてないとできないんですよ、あの職業は。あそういう方がやっぱ怖いんだね、うん、でも怖いから面白いよね。まあね、そうそうそう、なんか本当にあまり普段触れ合わないものだから俺は結構映画とかになると全然見れちゃうんだよな。まあ怖さっていうのはあんまり見てて
感じないとか、まあすげえ世界だなとか思うけど、うん、それよりはやっぱ怖いとかってなるのはやっぱ分かりやすく幽霊とか、はあ、うん、カルト的な方が。俺は毎回言うけど、うん、幽霊なんか一個も怖くないと。ほう。幽霊に取り殺されたとしましょう。うん、で、僕も幽体になるじゃないですか、うん。幽体になったら、その俺を殺した幽霊と対等な立場になるから、ボッコボコにしてやればいいんですよ。違う違う違う。幽体になりたくないのよ、みんな。いや、でも。幽霊に取り殺されたくないっていう怖さよ。でも、あの世で、でもなんか、幽体になれるっていうことは、あの世があるんだっていう証明にもなってんじゃん。うん。だから。だから、別に第二ステージに進んだってだけでしょ。違う違う。そういうことじゃない。で、幽体の第二ステージで、俺を取り殺したやつを、ボッコボコにしてやるんですよ。何言ってんの？で、だから、それは別によくわかんないし、はい、シンプルに怖い。だから、一回見ようよ。二人で。何？俺が進めるそういうオカルト的なホラー映画見ようよ。いやマジで怖くないから三村さん。だって俺ほんまあまあいいですよ。やってやりましょう。怖くないんだよな。全然怖くないと。全然怖くないんだよな。うん、一回見てみよう。わかりました。はい、ということで皆さんもぜひホラー映画教えてください。以上ダイスオンミーでございました。ありがとうございました。